うるせえ。わらわらとかもっと需要あるや。うるせえ。というわけでね、今回ね、インターナショナルじゃねえや、フランクフルトメジャー2015の箱、中身見るか。あ、着せ替えってこれのことね。今回の箱、これが最後の箱かな。今回はボーナスとかコンピリウムボーナスじゃなくて普通に買う箱、240円、種類 1,2,3,4,5,6,7 種類プラス、レア枠と、まあ、ベリーレア、ベリーレアとエキストリームリーレア、全然出ないやつ。250個開けて1個だっけ、絶対出ないやつ。これ狙いで開けない方がいい。今回は箱から箱なかったね。箱から箱ないね。薄く売りやん。絶対金出すわ。いらんわもう。で、これ5個は、5個開けると、漏れなくこの新しいおまけの箱がもらえます。箱から箱っていうかもうこれ。あ、ジェネン、あ、またちょっと違うね。ポイント。あ、レベルだね。レベル上がるやつが。まあ、だから、5個買ったら、最低1250円 ?1250 円しないけど、まあ、そんくらい払ったら、まあ、コンペディウムのレベルが最低5は上がりますと。レベル5ごとにね。で、まあ、これもね、なんか絶対出るみたいな雰囲気出しね、出しときながら出ないから。出ないから。クリア、本当にクリア欲しい人は、もう箱を開けるんじゃなくて、まあ、開けた解禁待った方がいいね。ということで、見ますか。これやってみるんだったっけ？あ、見れない、もしかして。見せてやなあ。これやってみるん。本当に気持ち悪いクーリエ。これやってみるん。これやってみるん。見れない、もしかして。これやってみるん。どこで見れるん、これ。ここか。できた。チェック。あ、壁紙も見れる。あ、なんかこの人太ってない？中年の体って感じだよな。パグナっぽいね。緑はパグナの色だな。あ、これ杖目立っていいね。杖はいいっすね。スキルは変わってないね、何も多分。ストロンガー。Prepare for battle。変わってないっぽいね、何も。On my round。はい、一緒ですね。ヒーリングも一緒です。まあ、杖がヒーリングっぽくなったね。あ、杖が光るね。杖が光ります。杖が光ります。元から光ってなかったっけこれ。まあなんかそれっぽくなった。オーズウェル。呪いは紫のまま。アルティメイトも変わりませんね。アガに向かったりも。ポートレートの顔隠し具合がいいね。そうだね、かっこいいね。顔隠せばいいな。変わりませんね。何も変わりません。ただ杖はかなり目立つ。あとこの髪の毛、なんか牛音虎みたいになってるけど、ちょっといい感じだね。まあ、かっこいいかどうかだったら別だけど、獣っぽくなったね。はい、じゃあ次、ウィチドクター特に変わりなしということでね。レーザーさん、もうこの人はだいぶ変わってるよね。レーザー首輪、ちょっとメガネするわ。首輪とスカート、あのこれ夏の終わりかけにね、よくいる道に転がってるこう中身のないセミみたいな、わかる、このこれわかる、中身のないこうああいうカブトムシとかセミとかの系の中身食べられちゃうんだけど、殻硬いからそのまま残ってるっていう、それセミみたい。まあ、あの金の帽子と組み合わせたらいいんじゃないかな。帽子っていうか仮面。スキルも何も変わってないね。チュルチュルも一緒だし、アルティメイトも変わらずということでね。レーザーさんもやめてください、かわいそうです。レーザーも特に変わりなし。まあ、だいぶ全部変わってないんじゃないかな。レイスキング、 I am legend。 レジェンドおじさんです。レジェンドおじさん、これかなりいいね。なんていうの、ファイナルファンタジー、あ、なんかずっと雨言ってるね。ワン、ツー、スリーとかその辺のなんかラスボス、ガーランドとかだったっけ、なんか角生えてるけど仮面はいいよね。これ角いらんくない？角はいらない気がするけど、角がないと目立たないか。
まあ、こいつはね、なんかデブいよね。なんかアメリカとかそっち系の。復活も変わらないのかな。変わらないと思うよ。まあ見るけどね。通常攻撃は一緒だね。なぎ払え刺し。あれなんかいっぱいあるな。クリティカルの時だけ変わるんだねこれ。角なんかダセえな。こっから見たらなんかダサいな。角が違う。まあゴテゴテした感じだね普通のに比べて。ドラクエだったらその辺にいるただの雑魚だ。アイアムレジェンドさん早くレジェンドして。はい一緒ですね。特に変わらずアイアムレジェンド結構いいね。あと剣がごつい。こいつの剣全部ごついからね。なんていうの西洋の剣みたいな。西洋の剣っていうかなんていうんだろうな。ボスとか主人公が持ってそうな剣で結構いいね。今までなんかちょっとやっぱおもちゃチックな剣が多かったからね。割と剣に関してはまあレイスキングはねいい剣いっぱいあるからね。これがいいかって言われたらうんって感じです。バウンティーハンター。いやいや違うでしょバグったけどなんかバグったけど、はい、無事お亡くなりになりました。よかったよかった。成仏してくれました死んでくれました。よかったですね。バウンティーハンター。あ手裏剣目立つねこれ。手裏剣いいですね。バウンティーハンターねちっちゃいしね、まあ、大体弓地だからねあんま装備意味ないんだよねこいつ。見ないことはないんだけどね。アルティメイトも多分こんなんだったよな。変わってないよね。こんなんです。手裏剣も一緒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 。多分。まあ背中がちょっと目立つようになったかなってぐらいかな。ちょっと近代化が進んだ忍者みたいな。ポートレートが顔隠れてていいね。定期クリティカルのエフェクトも変わってないかな。あれなんかこれけどさ、さっきも言ったけどなんかこうなんていうのダンゴムシの背中みたいな感じじゃない。ダンゴムシっていうのなんかエビとかそんな感じじゃない。あんま好きじゃないな俺はこういうの。なんかこう節つきすぎてる気がする。虫みたいで嫌だ。戦国武将のなんか側近とかがねつけてそうだ。ベイブレードのキャラにいそう。わかんないベイブレード。クリスタルメイデン。あれ黒髪メイデンになった？メイデンって黒髪じゃないよな。変わってないですね。変わってません。あれこんな水晶出るんだ綺麗な。あもう向きで決まってんのこれもしかして。金持ちそう。アルティメイトも特に変わらず。けど見た目の雰囲気がかなり違うからちょっと違う感じるね。範囲が広い。Let's go。 アルカナ持ってる人向けかな。あーアルカナと組み合わせたらいいのかな。杖光らないんだねこの人。ファンタジーアースゼロとかでやりそうな杖だけど光らないよね杖。杖光ってほしいけどな。後からエフェクト追加されたりするのかな。どうだろう。なんかモンゴルとかその辺っぽい。微妙、ね、黒髪は需要あるのかな。あるのかな。どうなんだろう。わかんない。俺はあんま好きじゃないこれは。あルビックなんかピエロになってる。だん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 本当にピエロになってくるな。なんか書いてあんなこれ。なんなんこれ。あローディングスクリーンか。何も書いてないわ。なんかこの人だんだんこうでかくなっていかない。幅がごつくなっていかない。マントいいですね。マントいいですね。マントいいけど僕金のマントあるからな。まあ武器も特に変わんないし。不思議な国のアリスから出てきました感が増してる。昔のアニメの悪役やないけ。魔法使いでしょ。なんだったっけ。なんたらバーンとかでしょ。変わんないっすね。あキャスト取れないね。アルティメイト使って
まあ、変わんないっす。特に何も変わらず、見た目だけだね。本当に見た目だけ。これ顔遠すぎて見えないんだよね。あんま意味ないよね、凝ってるけどマスク。まあこの背中がいいって思える人用かな。若干背中がクリスタルメイデンチックだけど。そしてこれで、これいいよな。あ、こいつだけミシカルなのか。あ、ミシカルだよね。これかなりいいよな。これだけかなり攻めておる。ローディングスクリーンも見たいけど、まあええよ。全然違うもん。飛行機じゃないもん。飛空艇だもん。これいいな。これ、これぜひ欲しいな。スキルは変わらず。これはいいっすよ。ミサイルは？なんだこれ。すごい古い。こんにちは。なんだこのミサイル。いいなこれ。ブラックキャノンも特に考えない。アルティメイトも多分考えない。変わんないね。いいなこれ。これだけ後で買おうかな。出なかったら。ね、前から見たらなんかヘルミラージみたいなついてるけど、ちょっとここの大砲だけ新しいな。この大砲好きね。これこの大砲だったらいいのにな。本当に。これはかなりいいわ。ちょっと欲しい。スキル変わんないね、誰も。で、クリア。これ見れんのかな。あ、見れる見れる。ブラッドシーカー。うわ、分かりにく。頭しか見えねえじゃん。スーパーマンみたいになって。ブラッドシーカーさん。まあもうこれはどうでもええわ。こっちでしょ。敵が怪我してても足速くならないブス。速くなったらいいのにな。金のクーリエ、金のクーリエも分かんねえな。なんかサンバを踊ってる人みたいだな。これどうなんです、これいいんです。飛んでるのいいな。そうなんだよね。だいもう3分したら飛ぶからね。飛ぶとブラッドシーカーになりますね。ブラッドシーカーさん、なんかメキシコ人レスラーみたいになってるけど。ブラッドシーカー、ちょっと早く感じるな。今時期はモーブスじゃない。すごい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 。なんかスズメみたいだなこれ。ええやん、うちを持って飛んでます。もうゴールデン乱発しすぎてね、ゴールデンのありがたみが減ってきましたね。これから一体一体クーレーヒーロークーレー出していけばね、いけるから。バルブさんも安泰ですわ。そらじゃあ一個開けるか。あ、チョウチョだこれ。私が欲しいのはこれのみです。これ以外はいりません。まあだから1個だけ出るかどうか、もうレベルもいらないし、これだけ開けまーす。あ、1個進んだ。あー、いなくなった。ということでね、一番いらないバウンティーハンター、一番いらないとかも全部いらないんだけど、バウンティーハンターが残りました。でまあ1個出たらもう次バウンティーハンター出ない、他の出てないやつが出るって感じだね。これに1200円は使いたくないね。1200円じゃないわ、2000近くか、1700円ちょいか、全部揃えるとなると。まあ後からマーケットで何ヶ月後か分かんないけどね、2、3ヶ月後ぐらいにこれだけ買えたらいいかなって思うけど、ちょっと高くなりそうだね。あ、これ一応期間限定か。限定だけ。ちょ待って、これトレードできんの？もしトレードできないときあるからな、たまに。
あ、いけますね。1月。他のやつと一緒だね。マーケット系っていうか、売ってる系は普通にトレードできるようになるっぽいね。コンペディウム高くなる系の箱ぐらいのやつはダメかもね。これはできないからね、この箱でもらったやつ、コンペディウムでもらったやつはね。なんだこれ、おしまい。高くはならないんじゃないかな。ならないんじゃないかなって思うけど、これ出るまで開けてもいいけどな。あと1個だけ開けよっか。これ出ないパターンですけどね。500円ぐらい、480円かな。480円あって何できる。マクドいける。マクドいけるな。チーズバーガーを作れるわ。箱5個買ったらボーナス。そう、いらない。ああ、もうなんでいなくなるん。やだー、骸骨。というわけでね、ファイナルファンタジーのボス出ました。ありがとうございました。ちょっとクリスタルメイデンのアルカナで合わせてみたいなと思ったけど、それもできないですね。というわけで終わりです。あ、なんか結構ここの辺きれいね。ここだけとりあえず破いとくみたいな。以上、新しい箱。なんだったっけ、なんたらフルッターみたいな。おしまい。悲しい結果に終わりました。